こんにちは、こんばんは、サリノです。今日はですね、なんと福井県にやってきました。見てください。めっちゃ美味しそうじゃないですか。このアパホテル福井片町店の近くに、味の清八っていう焼き鳥屋さんというか居酒屋さんみたいな感じのところがあって、そこがテイクアウトを多用していたので、焼き鳥丼をテイクアウトしてみました。ということで食べていきたいと思います。めっちゃいい香りする。いただきます。めっちゃ炭の香りがする。え、美味しい。すごいなんか程よい。炭しすぎず、なんかしっかりタレの味がついてる感じが。てかめちゃくちゃ美味しい。うまっ。あ、で、話戻るんですけど、福井県に遊びに来てます。ただ第2波も来るとか言われてるわけじゃないですか。だからね、私考えたの。密を避けて旅すればいいんじゃないかなって。密を避けて旅すればいいんじゃないかなって。なので、今回私は福井県に遊びに来ているわけですけれども、密を避けつつ福井県の楽しいところをたくさん見ていきたいと思ったわけです。人がたくさんいる観光地とか有名どころももちろん楽しい。楽しいけれども、意外と人がいない隠れた名所みたいなところも楽しいんじゃないかと思う。ということで、明日から福井県をいろいろ回っていきたいと思いますので、一緒に楽しんでいってもらえると嬉しいです。とりあえずこれ本当に美味しい。翌日です。アパホテル福井片町店、すごくお世話になりました。サクッとフリーチェックアウトをしていきます。はい、ということでアパホテル一泊泊まってきました。とりあえずですね、朝ごはん、お昼ごはん兼ねたブランチですね、食べに行きたいと思います。お、あったあった、あそこが結構ね、美味しいらしいんですよね。鶴木さん、入ってみたいと思います。そばが食べたい。ちょっとですね、店内テレビの音が気になったので、ここだけ無音で失礼します。こちらの鶴木さん、8時から25時半までという驚異のね、営業時間をされている蕎麦屋さんです。口コミが良さそうなので来てみました。お座敷やお庭もあって、なんか雰囲気良くていいですよね。はい、こちらがメニューでーす。おろし蕎麦を食べようと思います。他にもうどんとかご飯物もあるし、定食とかもあるんですね。いつもだったら迷うけど、今日は絶対おろしそばにしようと思います。美味しそう。なんか福井といったらこの越前そばが有名らしいです。いや、なんかもう想像以上に大根おろしがたっぷりで、こんなん美味しいに決まってるよって一目見た瞬間思いました。いや、ハマりそう。美味しい。大根おろし入れるとこんなに美味しくなるんですね。いや、これは食べた方がいいね。昨日はお酒を飲まなかったけど、飲み明けの日とか朝ごはんにこれ食べたらすごいね、しみると思うわ。この後はここから歩いて10分15分ぐらいのところに、ケヤ黒達神社っていうところがあるらしいんですね。そこに行ってみたいと思います。ごちそうさまでした。美味しかった、本当に。お腹もいっぱいになったところで、木屋黒凸神社に向かいます。私ね、免許ないので、徒歩で向かったんですけど、こんな感じですごくいいお散歩道だなと思いました。あ、着いた気がする。ここじゃない？多分。着いたー。木屋黒凸神社でーす。ここに行きたかったんですよね。早速、行ってきましょう。なんかあんまり詳しくはないんですけど、日本古来の四大明神である黒達大神様が鎮座するパワースポットらしいです。開運、幸運、安全祈願、金運や安産の神様として知られているらしいので。しかもですね、このケア黒達神社、いろいろな見どころがありまして、できることがたくさんあるんです。なのですごく楽しみでした。ちょっとですね、神社の雰囲気も味わっていただきたいなと思うので、一回黙ります。はい、音だとかね、ぜひ楽しんでいただければと思います。
みくじ引こう。こういうのさ、ここに一番隅っこにくっついてるのとかにしちゃうんですよね。お賽銭もしました。おみくじも引きました。雰囲気もお届けしました。ということでね、ここから木屋黒達神社の見どころを回っていきたいと思います。願掛け石だ。ちょっとこれやりたかったんですよね。でもさ、こういうところ来るといざ何をお願いするかすごく迷ってしまって、どうしようかな、何願掛けよう、なんだろう。チャンネル登録者数1000人いきたいとか文学賞欲しいとか、なんだろう。いや、なんかさ、想像以上に綺麗な音でちょっとびっくりしすぎて2回目不発になっちゃったんですよね。次がこれ、幸運のなで石。無病息災、大事ですね。蛇、続いてこちらの役割石です。わあ、役は割りたいね。杯に大きく息を吹きかけ、正面の岩に投げて、はあ、正面の石、あ、木かと思った。これ石なのね。杯がこれですね。よし、やろう。すごい、ちゃんと石でできてるやつだ。一瞬色的に木かと思っちゃった。これに大きく息を吹きかける。待って、役が割れないんだけど役が割れないんだけど、頑張る。大丈夫かなこれ。待って、役が割れないんだけどどういうことなんだろう。大丈夫かな。私3回やって役割れなかったんだけど、相当しぶとい役なんでしょうね。ただまあ、なんか欠けたからいいんじゃないのかな。どうなんだろう、怖いねまあでも、まあまあまあ、こんな感じで、まあ願掛けもしたしいいんじゃないでしょうか。多少はね、運気良くなったんじゃないかな、信じてます。そしておみくじですね。なんかすごいちっちゃい、なんかひょうたん、無病炭が入ってました。すごい、ちょっと嬉しい。すごくない？運気盛んにしてことをなすに良いけれど、万事細やかに気をつけて。でも一心に頑張れば何事も成功するらしいです。成功をつかみ取っていきたいと思います。はい、ということでここまででだいたいお昼過ぎぐらいですかね。この後も福井県回っていくんですが、ちょっと動画として長くなっちゃいそうなんで後編に続きます。もうね、焼き鳥丼もそばもアパホテルもケア黒達神社もすごいおすすめ。ぜひ福井にお越しの際は行ってみてはいかがでしょうか。行ったことあるよとか、初めて見た聞いたなど、コメント欄とかでね、反応をもらえるとすごく嬉しいです。ではでは、次はですね、季節的にちょっと早いかもしれないんですけど、アジサイを見に行きたいと思います。なんかすごい綺麗らしいんだよね。